商売で。みんな向いちゃうじゃん。こっちから向くとね、全部ここら。早いよ、それちょっとやっちゃう。はい、ここは置くよ。これ印をつけるよ。あたちも覚えてね。技を覚えてね、俺で作って。先生のとこ夏休み毎週、みかんの皮で作ったやつを持ってくる。はい、ここで切ってくよ、これ。ここに当てて。みかんの、こう前。はい、さっき言ったように、こう。で、本当はみかんはね、ヘタから取って剥いた方がいいよね。この白いところも全部取れる。こっちからやるね。はい、こうやるよ。むける。こんなところ。みかんで花を作るときは、ちょっとしなびたやつでやってね。新しいとポキッと折れちゃう。で、みかん、これはちょっと覚えておいた方がいいぞ。これね、こうやってやっておけば、剥がしやすい。剥がしやすい。はい、いいか。それでこれを一個ずつ取るんだけど、こうやって割って、これを一個ずつこういう風に取る。はい。滋賀はね、田舎なのでね、ゆったりしてますよ。一度だけ行ったね、滋賀は。これでね、ちょっと爪を長くしておいてね、ほんと引っ掛けるとね、取るの、白い。ちょっと1個つけるのに買ってみたら。あっちにこうですね。はい、こうなったら、これをこう。これはもう美味しい飯。美味しい飯、これやってんだよね。ね、いいかん、取ってよ、これをこう重ねる。もっと絞る。こうやって起こす。すごい。めっちゃ綺麗。今から行く。わあ、よかったね。でね、穴を開けて、針金通して、三回押しやすくしてね。サービスリーダーを。押しといたらこんなのに。これで、本当はね、一度ね、一日干したらアイさんがやるわ。あ、乾かすのに。うん、あの、一日干したら。あ、一日干したら。後でこう、ちょっと印をつける。あー、筋をね。お母さん、詳しいね。これで、完全に乾いたら、ニスを塗る。あー、ニスね。うん、あと常にやって、こうやって広げてよ、こうやって。しばらく、1週間でしたっけ、1週間ぐらいで乾いちゃう。1週間したらアイロンして。はいよ。ありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。よかったな。